BDR バージョントーク。はい、この動画では DDR プレイヤーをお呼びして思い出の DDR のバージョンについて語ってもらいます。果たしてどのバージョンのどのようなお話が聞けるのか、ぜひ皆様お楽しみください。それでは今回の主役をご紹介したいと思います。今回はハンサムさんにお話を聞かせていただきたいと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。それでは簡単に自己紹介をお願いします。はい、私、恥ずかしい話、ハンサムと言います。そうですね、プレシズ君は、DDR ダンスダンスレボリューションの中ではスコアラーに属すると思うんですけど、僕はどちらかというと点数ではなく芸術点といいましょうか、パフォーマンスをメインにやっております。昔は汚れという名前で、わいせつの前で汚れと言ってますが、最近ではエッチなハンサムで通っております。よろしくお願いします。もう全体的にツッコミどころしかないんですがありがとうございます。それではそんなハンサムさんの思い出の DDR バージョンとは一体何でしょうか、教えてください。はい、僕の一番思い出の DDR バージョンは DDRX です。おー、 DDRX、 DDR ツイッターではなく DDRX です。ちょっと紛らわしい X がね最近いますのでね。はい、記念すべき10作目の DDR として知られているのが DDRX ですね。ではここで、そんな DDRX について簡単に解説をさせていただきます。DDRX は2008年12月24日のクリスマスイブに稼働開始となったバージョンです。 X 筐体と呼ばれる新筐体が登場した記念すべきバージョンであり、難易度が10段階から18段階に変更されたり、ショックアローが初めて登場したりと、本作のスローガンである革命の時を見逃すなにふさわしい意欲作でした。またごく一部ではありますが、ダンスマニア曲が復活収録されたりと、子さんにも嬉しい要素があったというのが DDRX というバージョンです。はい、それではこの DDRX というバージョンのおすすめポイントをいくつか聞いていきたいと思うんですが、はい、どうでしょうか。おすすめポイント、そうですね、まず1個目は物が置ける。お、物が置ける物が置ける、何のこっちゃって面白いですけど、はい、飲み物が置ける、はい、財布が置ける、持ち物が置ける、はい、しかも目の前に置ける。確かに確かに、コイン入れるそのクレジットの横にちょっと銀台っていうのがあって、うんうん、そこにいろいろ乗っけられました。うんうん、で財布がそこに置ける、うんうん、ものすごくこう盗難の、うんうん、こう防犯としてものすごく重要だったし、うんうん、まあさっと飲み物出したい時にこうカバンの中からっていうのも面倒くさいし、うんうん、であとは、僕そのパフォーマーなので、携帯そこに置いて自分も撮影できるんです。 あれはすごい良かった。だからもう物が置けるってこんなに重要なんだ、うんうんうん、だ新しい白筐体とか、うん、ああいうのになってからちょっと置きにくくなって、うんうん、あれこそ復活してくれよなって思ってますね。ああ、なるほど。まあ、これ聞いてる方ももしかしたら金筐体しか見たことないっていう人もね、もしかしたらいるかもしれない。まあ、白筐体以降っていう人もいるかもしれないので、うん、何のこっちゃって思うかもしれないんですけど、うん、まあ、いわゆる X 筐体って呼ばれてる筐体は画面の下に銀色の、台というか、あそこに足を置いて靴ひも結んでる人だもんね、たまにいますけど、はい、物を置くためかどうかはちょっとわからないですが台が存在していて、そこに私も飲み物とかね、うん、パスとか携帯とか、うん、置けたのですごく便利だった記憶がありますね。うん、確かにそういう意味では X の本当おすすめポイントとふさわしい筐体として、はい、かもしれないですね。はい、他に何かおすすめポイントありますか。これおすすめポイントって言っちゃっていいかな。今からちょっとコナミ関係者聞かないでほしいんですけど、聞いてないそうそう、でその X 筐体っていうものが出て、はい、横に LED でピカピカ光るサイドバーっていうライトの台がついたんですね。はいはいはい、まあ、ゲームセンターにとってはこれ以上場所取るんかいっていう装備だったんでしょうけど最初眩しかったんですよ。本当に何やねんこれってずっと思ってたんですけど、あ、これ上着かければこれ眩しくなくなるわっていうのが気づいて、うん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 、で、その眩しさ対策がなくなり、どうでもよくなりました、うん、で、よくよく気づいたらこの上着がかけられるっていうこのハンガーがもう筐体についてるって最高だな。ハンガー今はだって DDR って、うん、他のゲーセンのフォトゲーマーと違って、うん、冬なんかみんな T シャツ着てるじゃないですか。そうですね、季節感がない。そうそう、
脱いだり着たりがものすごく激しい音ゲーが BDR なんで、はいはい、上着がかけられるってこれ重要なんですね。確かに本当に置き場が ね、あるだけで全然違いますね。ね、荷物置き置いてくれてる大きいゲーセンはいいですけど、うん、その当時そんなにね大きいゲーセンばっかりじゃなかったんですよね、うん、そう考えるとじゃあ本当に X 筐体って物は置けるわ、うん、上着はかけられるわ、ね、なんかすごいホスピタリティに溢れたそうユーザーフレンドリー、意図してないと思う、あ、そう筐体だったというふうに、まあ、結果的に捉えることができるというところですかね、はい、他におすすめのポイントはありますでしょうか。はい、あとはあれかな、そのちょっと前からアンコール曲エクストラ曲っていうのが出てましたけど、うんうん、その難易度が下がったのがすごく嬉しかったですね、うんうんうん、今までもエクストラってスコアラーだけのもんかなって思ってたのが、ベーシックをクリアしてもそれに行ける、エキスパート踏めない人でもアンコール最後まで行ってる、100円で5曲踏めるっていうシステムが入ったのは、あれは大きかったかな、うん、確かに普通にベーシックで遊んでても、うん、ファイナルステージでオン・ザ・ブレイクが出てきて、うん、オンザブレイクをクリアするとセイバーウィングが出てきて、でセイバーウィングも成績が良ければホレイショが出てくるということで、ベーシックで5曲まるまる遊べたっていう意味では、確かに初心者がアンコールに行けるってなかなかないですからね。そういう意味では大きかったですね。アンコールに行けるって達成感は半端ないじゃん。あ、確かに確かに、そうそうそう、だから初心者でもあそこががっちりつかめるのは良かったかなと思います。初めてそのマックス300をクリアしてキャンディーが出た時の喜び、うんうんうん、それをまあ多くの人が味わったバージョンっていう風にも捉えられますね。いやもう僕とプレシス君同い年なんだけど、もう40超えて1日5 1回5曲って辛くない？いやまあ、まあ、辛いか辛くないかじゃ辛いよねまあそう、まあでもベーシックとかならまだね、まあまあ、なんだけど、いやだパフォーマンスはさ、あ、そうだそうだ、ベーシック全身動かしてる、一曲一曲全力だからそうそう、ベーシックとはいえこっちでいうエキスパートぐらいの動きを多分そう、ね、やってると思うので、うん、それ5曲はきつい ね。いやもう今はいいっすわ今はねどんなに頑張っても基本は4曲だからね、まず4曲でもどうかって感じですけどはい、わかりました、ありがとうございます、はい、じゃあ、DDR-X っていうバージョンの思い出深い楽曲なんかあったら教えてもらっていいですか。曲、はい、そう、まあ一番最初に出てくるのはさっきもちらっと出てきたエクストラ、あ、違う、エクストラに入るための曲か、ファイナルステージで出てくるのオン・ザ・ブレイクですね、はい、オン・ザ・ブレイク、はい、あれは本当に衝撃的で、お、曲がじゃないですよ、なんだあれがそのクリスマスに、うん、あの DDR-X が出て、うん、で僕ちょっと多分忙しくて年明けに踏みに行ったんですね、うんうん、DDR、まあ、その当時やっぱり出たばっかりで人気で、うん、正月休みでもうみんな人が踏んでて後ろでずっと順番待ってたんですけど、その時にそのエクストラをクリアした人が、うん、そのエクストラクリアした人だけ見れる特殊エンディングを出したんですよ、うんうん、あ、何やあれ、あ、へーって、あんなのあるんだって見てたら、そこで踊ってるダンサーがなんか見たくなってたんですよ、誰や誰や、あの動き俺やねー俺知らなかったんだ、全然知らなかったおで、そこからもう、はあ、ほんと他のスコアラーが、はい、オン・ザ・ブレイク出すたびにもうガン見だよ、へ、あ、やっぱ俺だな、そうなんだ、あの自分のダンス映像を、うん、まあコナミが持ってることは知ってたけど、そうそうそう、どこで使われるかっていうのは知らなかった、知らなかった、そのまあそのいろんな、あの最初コンシューマー家庭用のゲームとか、はい、あとはイベントでちょっと使わせてもらいますで、まあ他にも使うかもしらんよぐらいで言われてて、うん、ああ全然いいっすよって言って、まあ取りに行って、まああのエンディングが僕、うん、オープニングが、もう一人ジオさんっていう方でやってて、でまさか使われてるとか全然聞いてなくて、うん、で後で担当者に電話して、うん、おいねこれ、あ、ごめんごめんみたいなそんな感じで、いやもう本当にあれはびっくりでした。ああそうでしょうねなるほど、そういう経緯があって、はい、オン・ザ・ブレイクが、まあ、
思い出深い思い出深い、そうだからいつかはあれでパフォーマンス作りたいんですけどね。うーん、なるほど。そうオン・ザ・ブレイク結構曲が早いですからね。早いし譜面が多いし、あーそっか、ノート数が多いのもパフォーマンスにとってはかなり制約になると思う。そう、なんか動きの幅が狭まるというのかな、自由度が減っちゃう、うん、そうそうそう、わかりました、はい、じゃあオン・ザ・ブレイクをクリアして、はい、セイバーウィングに行く必要があるので、はい、オン・ザ・ブレイクが、はい、まあ、印象深い曲の紹介ということですね、はい、はい、ありがとうございます。そしたら他に何か、印象深い曲はありますか、はい、またエクストラであれなんですけど、はい、そのオン・ザ・ブレイクをクリアした後に、うん、まあ、僕は大体セイバーウィング、うん、まあ、普通のバージョンになるんですけど、うん、セイバーウィングが曲として好きです。もともともうずっとちっちゃい頃からもう好みのゲームは山ほどやってて、うん、もうゴエモンとかグラディウスとか、うんうん、グラディウスも大好きだったし、だからそういった中でグラディウスの曲だっていう、ああタグさんっていう人だっていう感じ、うん、まあね、セイバーウィングもいっぱいバージョンが出てて、うん、まあ、僕が好きな一番のバージョンはなんかピアノソロが入ってる、うんうんうん、バージョンですけど、でもセイバーウィングは曲としてすごく好き。あ、なるほど、はい、まあ、セイバーウィングといえばまず、3拍子の曲が DDR にすごく少ないっていうことと、まあ、3拍子の曲ってどっちかっていうとゆっくりめの曲が多いイメージが強いんだけど、 あの曲に関しては BPM222 っていう素早さで襲ってくる3拍子、うんうん、さらに、まあ、タグの DDR レビュー作ということで、うん、まあ、すごく、そうなんですよ、すごくやっぱ鮮烈な印象を残していろんな人に刺さった曲って言われてますね、うんうんうん、なるほど、まあ、これでセイバーウィングをさらにスコア頑張ってホレーションまでたどり着くっていうのも、はい、まあ、頑張ったというか頑張りましたけど、僕結局ホレーションいけなかった。そうなんだ。当時は、やっぱスコアはその当時頑張ってなかったもん。あ、でもセイバーウィングはスコアラーでもやっぱスコアが狙いにくい、BPM だったり譜面だったりするので、もう 曲が BPM 止まるの苦手。あ、そうなんだ、ね、まあ、あれはね覚えててもなかなか、まあ、受け入れられないというかね、うん、そういう感じはしますよね。わかりました、はい、それでは他に、印象深い曲あったりしますか。これこんなんかな、変化球で申し訳ないんだけどいえいえ、はい、How to play 100円、要は E パス通さなかった時とかかな、はいはい、に流れるズッズッダーンズッズッズッダーンズッ、最初は上だ次は下だって、あれ遊び方説明、そう、あの曲大好き。へえ、まあ、あの曲って完全にこう踊り方を教えるだけなんですけど、まあ他の曲面に比べて、他の曲に比べてまず短い、うんうんうん、でやれることがすごい限定される、うんうん、っていうことはもうなんかパフォーマーにとって試金石というか、この曲でお前何ができんねんっていうのがすごく試される曲かなっていう。なるほど、アドリブ力をすごく問われる曲ではあるんですね。なるほど、だからたまに、なんか、あ、今日あれやりたいなって思ったら E パス買わずに100円チャリンって入れてやってました。なるほどね、あれは楽しい、そういう遊び方もあるんですね。踊って楽しい、はい、わかりました、ありがとうございます。まあ、あれ確か曲は1分ぐらいしかないんですよね、確か、うん、すごい短いんですよね。そう、じゃあ上を踏めって言われた時に、じゃあお前はどう上を踏むんだみたいな感じで、まあ、その人の発想力が試される、そういうので遊んでたんです。そうですね、はい、ありがとうございます。そうしましたら、DDLX というバージョンの稼働してた時の思い出深いエピソードなんかあれば教えてもらってもよろしいでしょうか。はい、エピソード、そうですね、まあ具体的には DDLX で頑張って X2 になった流れの時の話ではあるんですけど、うん、この DDLX がちょうど僕が何でしょうね、創作ダンスから本当にダンス、うん、まあ、ストリートダンスって言っていいのかなっていうところに切り替わった時期がこの DDRX です。うーん、その東京で DDR 大会を頻繁に、昔ですけどね、20年前ぐらいにやってた、与作さんっていうスコアラーさんが、まあ、DDR のパフォーマンス大会で PSSP っていうのをやってたんですけど、うん、で一時期2000年を超えてしばらくやってなくて、うん、2010年ぐらいに久しぶりにやろうかって言って
やったんですけど、まあもう本当にその時で8年ぶりぐらいの大会だったから、もういろんな人が集まって、でまあその時なんでしょうね、大会が終わった後にみんながツイッターで書いてたのが、あ、ツイッターって言っちゃった、みんながやりたいことをやりに来た大会だったっていう風に書いてあってですね、うん、でまあ実際僕もそうだったんですよ。もうダンスっぽいことはやってるけども、別にダンス習ったことないから俺別にダンサーじゃないよなっていう思いがその当時はずっとあって、だからダンスしたものをあんまり出したくないな、特に大会でも、うん、普段プレーする分、自己満足でプレーする分にはいいんですけど、うんうんうん、そうじゃない時にあんまり大会でこういうのやるのはなと思ってたんですけど、うん、まあ、いや、やっちゃえと、うん、8年ぶりだしと、うん、もうやりたいことやろうと思って出したのが、キャンビーリアルっていう曲、うんうんうん、キャラメル X、うん、あれ、そうか、藤本さんですね、はい。あの曲、まあ、これもさっきちらっと出たジオさんがたまたま野良でプレイしてた時に見て、あ、この曲ええなと思ってそのままパクった曲ですね。そんなPL2 で、まあ、ジオさんオープニングでパフォーマンスやってます、うん、あそこでキャンビリアルやってらっしゃいましたね。あそれが 元というか、そう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 、インスパイア元だ。はい、でまあその曲をやった後ですね、うん、になんかみんなから、あ、汚れダンスできるんだみたいな、うんうん、まあ、完全ダンスじゃんみたいな、あ、いやもうあれ DDR じゃなくてダンスだよっていう声をすんごいいただいて、はい、あ、ダンスって言っていいんだって、そこが本当に気持ちの変わりどころ、うんうんうん、あ、じゃあ俺もうちょっとダンス頑張ろうって思えたのもこの作品かな。なるほど。今までやっていたのが、まあ、いわゆるゲームの延長線上にあるダンスだとすると、うん、それよりは本物のダンスに、まあ、切り替わったというか、そうかそうか、自分の中でも、まあ、切り替わった時期がこの時期、うん、この時期だね。なるほど。キャンビーリアル私も生で見たので覚えてます、はい、ロボットダンスね、まあ、難しそうっていうか、まあ、見た目以上に難しいんだとは思うけど、そうでもないんですよ。あ、そうなんですか。いや、まあまあ、これ自分だけの話なんだろうけど、ちっちゃい頃からできてたんですよ。うん、このこう体の一部分だけをこう首だけ横に振るとか、こうアイソレーションっていうんですけど、今のプレッシング頑張ってるけど全然できてない難しいよ。本当ちっちゃい頃からアイソレーションができてて、うん、その地元の公民館に親子会でパントマイムの人が来てくれて、なんかいろいろやってくれてるんですけど、全然すごく見えないんですよ。だって俺できるもんこれっていうところでなんかできたんですよ。なるほど。そのロボットダンス、だから別にこうやりたいことをやったっていうよりもやれることをやった、うんうんうん、でその上でまあこれちょっとダンスっぽいけどいいかなって思いながら、ちょっとすいませんダンスっぽいことやりますみたいな感じで出しました。なるほど、そういう経緯だったんですね。わかりました。じゃあその自分にとってのその、まあ、DDR におけるパフォーマンスの大きな転換点が X の時代にあったということですかね。わかりました。ありがとうございます。他に何か DDR について話したいことありますでしょうか。 DDR についてというよりかは音ゲーについてかな。今これ聞いてらっしゃる多分100人中99人は多分オタクかゲーマーだと思うんですよ。間違いないですね。僕もプレシング君も、はい、リスナーの方もそうですね、はい、でオタクっていうことはそのオタクのまた 99.9% はメガネだと思うんですね。いやもう間違いないですね。偏見もいいところだ。まあまあまあ、でその音ゲーによって距離が違うんですよ、モニターとか、うんうんうん、弾量の場合には多分モニターに手が届かない位置でプレイする、うん、で2デラックスとかギタドラとかはわりかしモニターに手が届く、うん、でダンスラとかダンアラはやっぱり届かないとかっていうところで見たいものと見たい距離がゲームによって違うんですよね、うん、だからそれに合わせたメガネ、まあ、視力測定ですけど、そのちゃんと見えるゲーム用のメガネって本当にみんな作った方がいいよって僕は言いたい。
なるほど、はい、メガネにはちょっとうるさい、メガネにはちょっとうるさいですね、というかメガネ屋さんですからね。あ、なるほど、あ、メガネ屋さんなんですか。何でそのぼやり。、はい、そうなんですね、はい、プレシズさんにはいつもお世話になっております。いえいえ、こちらこそお世話になっております。いつもうちのお店でですね、私メガネ屋さんなんですけど、はい、プレシズさんにはいい金づるとして、はい、やっていい方、いいお客様としてですね、はい。まあ、実際私も、メガネを、ハンサム氏がやってるっていうことで、作りに行ったんですけど、最初はやっぱりね、友達だから、そこでせっかくなら作ろうかなみたいな感じだったんですけど、実際にそのお店に行った時に1時間半ぐらいかけて検眼、目の癖とかその人の特徴とかを知るために目のありとあらゆる実験というか実験いろんな検査を、はい、してもらったんですよね。だそれを踏まえた上でメガネを作ったので、なんか安心感というか、もう本当に市販のメガネっていうか普通のメガネを作るよりも、なんかちゃんと自分の目に合わせて作ってくれたんだなっていう信頼感があって、なんかすごく、バンバンこうハイスコア出してますけども、ね、これもこのメガネのおかげかなという次第でございますね。ハンサムが作ればスコアが出る。はい、やった。私が保証します。半分冗談半分本気ですけども、ぜひメガネそろそろ変えたいなとか、ちょっと見え方がって思ってる人はぜひハンサム氏のダイレクトメッセージ開放されておりますので、そちらにご連絡いただければ、メガネに関する相談とか、ここにお店があるからすぐに来いとか、そういうね案内があるかと思いますね。はい、ぜひともよろしくお願いいたします。本当に僕もともとゲームセンターの従業員をやってたりとかもあって、大体のゲームには分かるかな。絵も描くし、先のようにダンスとかもやるし、メガネ屋さんっていろんな状況を想像しながら、考えていくので、何のゲームをやってます、絵を描いてますとか、そういうのを相談いただければそれに合わせたメガネをちゃんと作りますんで、はい、ぜひもしメガネ、ちょっといいメガネ、そんなにごめんなさい、安くないです。そうですね、結構、はい、ので、ちょっといいメガネが欲しい、もうゲームをちゃんとやっていきたいっていう時にはご相談いただければと思います。はい、メガネなんて日常で使うものですからね、そんなに確かに最初の出費としては大きいですけども、長く使うものって考えたら全然自分はいいなと思ってる。 そこはやっぱお金かけるべきところだと思ってるので、はい、皆さんもぜひメガネに、なんでしょう、メガネを作りたいっていうわけじゃなくても何か相談事とかありましたら、お気軽にハンサム氏の DM までよろしくお願いします。よろしくお願いします。ありがとうございます。はい、それでは DDR に関する告知などありましたら教えていただけますでしょうか。告知っていう告知はないんですけど、僕たまにオンラインで、ダンスレボリューションパフォーマンスのオンライン大会みたいなのをちょっとやってて、ただ今年1回もやれてないんですけど、ハッシュタグで、ハンサムハイ、ハイは杯のハイですね、でたまにやってます、なのでこういうなんかダンスレボリューションのパフォーマンス、こういうのがあるんだみたいなのがもし見たければ、ハッシュタグハンサムハイで、見ていただければいろいろ入れるかなと思います。ちなみに去年のゴールデンウィークとか、その去年から今年年末年始にかけて2回ぐらいやってますので、じゃあシャープハンサムハイで検索かければ、過去のツイートされば出てくる。出てきますね。なるほどなるほど。じゃあどんな感じのパフォーマンスが、エントリーしてるかっていうのも見られるんですね。見れます見れます。ちょっと有名な人だと DPL2 に出場したリンゴさんとか、あとはその DPL2 でオープニングアクターやってたジオさんとかも参加していただいてます。すごいメンツですね。のでダンス自体はやっぱり生で見るもんだっていう考えはどうしてもあるんですけど、ただ参加できにくいというか、この日に予定合わせて、僕も接客業なんで土日に休み取りにくいのもあって、じゃあなんかだらだらちょっと参加しやすいのは欲しいなと思って、じゃあ自分で主催やっちゃえっていうことで、別に会場借りることもないし、ただみんなの見てただコメントするだけなんですけど、でも確かにそうですよね。そう考えると大会の主催に必要な労力っていうのがほとんどなくて、そうそうそう、
単純にそのハッシュタグをつけて、はい、自分のペースで期間までに動画をアップしてくれればいいよっていうだけですよね。それは参加しやすいな、はい、で一番重要なのはさっきちらっと言ったコメントなんですけど、うん、例えば30人大会でパフォーマーが出てきました、うん、全員に全員感想って言われないんですよ、うんうん、やっぱり上手かった人はみんなチヤホヤされて、うんうん、下の人たちってやっぱり救われないというか、うんうん、まあ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 自分の努力不足もあるかもしれないんですけど、うん、やっぱちゃんと見てるよ、あ、ここはこういうことをやりたいんだねって言ってほしいんですよね。これもなんか下世話の話になりますけど、まあ、僕らが DDR 始めた頃ってちょうど2チャンネルってあったじゃないですか、うん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 、でやっぱり評価が欲しいんですよ、うん、やっぱりスコアっていう点数がつかないから、パフォーマーってやっぱどんな感じで見れてるのかなとか、なるほど、アドバイスが欲しいから、だから七市で僕自分の名前出して、はい、エゴサの逆ですね、うんうんうん、汚れどうなんだみたいなところとかをちょいちょいやったりして、あ、こう見えてんだなみたいな自己チェックというか、なるほど、ね、そういうことをやってたので、そのコメントをもらえる場っていうのがやっぱり一定数欲しいなと思って、うん、ハンサム杯をやってるところがちょっとあります。確かに意見をもらえないと、見た人が自分を見てどう思ってその点数、まあ、点数をつけたのかつけなかったのかっていう指標も分かんないし、どこを改善したらいいかも分からない。そう、なるほど。だから、うん、まあね、改善してほしいところを言われても嫌なことがやっぱりあるし、うんうん、まあ、あんまりネガティブなことは言わないし、うんうん、まあ、言ってって言われたら言うけど、うんうん、だから、まあ、極力ポジティブに、まあ、捉えてますけども、やっぱり褒めてほしいじゃないですか、うんうんうん、っていうところをそういう場としてちょっと使えればなと思ってハンサム杯はやってます。なるほど、分かりました、はい、この後なんかその開催する予定とかあったりするんですか？まあ、ないけど言っちゃったからやんなきゃね今年中に1回やろ、頑張ろ、はい、まあ、これを聞いてる方はいつ聞いてるかわからないんですけどぜひシャープハンサム杯をつけてね、はい、見ていただければもしかしたら素敵なパフォーマンスが見られるかもしれないので、はい、ぜひチェックしてみてください。はい、そしたら次、最後になりますが、はい、一つお聞きしたいことがあります。はい、DDR を始めたての初心者に何か一つだけアドバイスをするとしたら、うん、何をアドバイスしますか？一つだけ？一つだけ。いっぱいあるよ。いやいや、もう一つ絞ってこれというもの。一つ DDR はダイエットに向いてないとか、いや、そういう話そういう話で、そうだね、だったら僕九州から出てきて東京で DDR 始めたので、うん、一人ぼっちでずっとやってた分やっぱモチベーション上がらなかったんですよね、うん、だからやっぱ DDR を長く続ける上手くなるためには仲間、友達、ライバルが必要かな。一人だけでもいいからその共通の趣味を持ってる友達を一人作るだけですんごい上達すると思います、うんうん、まあ、それをパフォーマーもスコアラーも多分同じことを考えていて、自分もよく大会とか出た時にこの人には負けたくないとか、そういう結構張り合いをして、まあ、上達していった側だと思っているので、まあ、そういう意味では仲間でありライバルをどんどん作っていくっていうのは本当大事だなっていうのをよく思いますね、うん、ちなみにそのライバル視してた人とか、うん、なんか師匠を崇めてた人とかいるんですか？ライバル視はあんまりいなかったかな、うん、結局そんなに優勝をしてなくて、うん、だから羨ましいって思う人はいっぱいいて、うん、心の師匠みたいな人でいうとシャオロンさんっていう方がいらっしゃって、もうだいぶ昔の方なんですけど、その方が言ってたセリフが、わしは今日練習して明日できない技はやらんって言ってまあまあ聞きようによっちゃネガティブなんですけど、まあダンスってものすごく上手いものをすごい出せばいいっていうものではなくて、例えば何でしょうね、フィギュアスケートで4回転ができる、うん、でもたまに失敗する、うん、っていうんだったらトリプルスピンの完成度、うん、120点のトリプルスピンを2回3回やった方が多分点数高いじゃないですか、うん、
ていうふうに、まあ、僕らの中では完成度って言ってるんですけど、うん、完成度の高さが出せるものじゃないとお客さんにはお披露目したくないよねっていうふうに僕は捉えてます、うんうん、なるほど、うん、まあ、かなり好意的に捉えると確かに言われてみればその難しい1日やってできない技ってまだその人には早すぎるような気もするし、そう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 、本番で失敗するリスクも高まるわけだから、そう考えると確かに今自分ができることを精一杯完璧にやった方がいいなっていうのは自分もそう感じましたね。なので、まあ、そう100点が、まあ、大会においてはですけども、作品として出すためにはやっぱり100点を出したいっていうことを考えると、うん、その考えはものすごく正しいのかなとは思います、うん、はい、もうこれは僕とその僕で一緒にダンスチームやってる中野っていうやつがいますけど、はい、もうこれ共通意見ですね、うんうん、分かりました、ありがとうございます、はい、楽しくお送りしてきました DDR バージョントーク、そろそろお別れのお時間となってしまいました。ライブかな、そうですね、ハンサムさん本当にありがとうございました。まあ、ここまでいろいろね、ハンサムさんの話を聞いて、まあ、パフォーマンス、まあ、特にハンサムさんはどんなパフォーマンスをするのかというのを見たいという方もいらっしゃると思いますので、いいよ、実は今回いいよ、ハンサムさんのパフォーマンス動画をご用意いたしました。イエーイ。それではご覧いただきましょう。どうぞ。この動画では思い出のバージョンについて語ってくれる方を募集しております。
好きなバージョンについて語りたいという方はぜひとも X の DM にてお知らせください。一緒に楽しく収録しましょう。また私のチャンネルでは他にも DDR の豆知識動画などを公開しておりますので、よろしければぜひご覧ください。それではありがとうございました。